イスンジェは、韓国の俳優。環境北道海嶺軍出身。ソウル大学校卒業、哲学士。妻、息子、娘の4人家族。ソウル大学校在学中、映画に興味を抱き研究し、やがて演劇部を復興。ヨウンゲ、イナックン、キムドンフンラと共に、実験劇場を結成、芸能活動を本格的に開始する。1961年。 韓国放送公社がテレビ放送を開始し、テレビにおける活動に進出し数多くのドラマに出演する。特に朝鮮時代中期に実在し、東伊方法館を執筆した医師、巨春を主人公にした作品に縁が深く、映画では主役の巨春、ドラマではその師匠を2回演じた。また MBC の共和国シリーズなどの政治ドラマでは、 第四代韓国大統領である院前役を演じている。韓国第六共和国では、初の国会議員選挙である1988年、第13代国会議員選挙に、ソウル特別市中ロ区ク公選挙区より、民主正義党の公認を得て、立候補したが落選。剣道従来を期して、次の1992年3月に行われた第14代国会議員選挙にて、 前と同じソウル特別市中ローク公選局より民主自由党の公認を得て立候補し、当選、国会議員を一期務めた。演劇、映画、テレビでの活躍のほか、2010年からは大学の教壇に立ち、後輩の育成に努めている。1970年頃、日本の稲垣博監督のもと、1971年の NHK の大河ドラマ、 春の坂道主演の中村金之助との共演で日韓合作映画が作る動きがあるも実現ならず。その春の坂道の撮影時に金之助らと交友を持つ。日本の雑誌のインタビュー記事で日本の映画の質問に黒沢明、小津安二郎より前に稲垣博監督の名前を出している。反例、KBS イコール韓国放送公社、MBC イコール文化放送。 SBS イコール祖放送、ありがとうございます。